まずスイングのですねポイントについて解説をします。スイングはですねまっすぐというよりもちょっと外に振る感じです。この腰にぶつかってしまうようなイメージのある方がいらっしゃると思うんですけど、このままですねスイングをこう持ってこようとすれば膝に当たってしまうわけですから、太ももに当たってしまうわけですから、体を少し避けます。それと同時にですねスイングはちょっと外に向ける感じ。こうぶつからないようにですね左足の前に、左足よりもさらにそうですねシューズ足1個分ぐらいですかね、左に歩く感じですね。スイングは脱力してですねボールの重さだけでスイングするイメージでいきましょう。そして少し内に戻す感じですね。外に振る感じで内に戻してくる感じ、左足の方に持ってくる感じですね。イメージです、あくまでもですね。もう一回やってみます。はい、ちょっとね練習して間もないのでもうちょっと脱力してもいいですね。もうちょい脱力してちょっと投げてみます。力を入れてですねバックスイングをこういう感じですね、内側に戻してくる、ここから戻す感じ。あとはもう脱力する感じですね。バックスイングはそのままボールの重さを使う。このレーンね結構使ってるのでかなり行き足悪い感じなんですけど、はい、今度はスクエアボールでウレタンをスクエアボールとして使ってます。ちょっと危ない、まずは脱力する。まあ、ちょっとレーンコンディション読んで投げてないのでとりあえず、まあ、ウォームアップという感じですね。ウォームアップの時はもっともっと力抜いてですねそっと歩く感じにして、こういう感じですね、力を抜いてきます。脱力してね、まずは外に振る感じ、軽く振る感じ、で戻す感じ、ライトニングブラックアウトですね。はい、まあ、ちょっとこっち側の15番ねかなり使ってるんで、だいぶね、この投げ方も慣れてきたので軽く外に感じます。
はい、ではもう一回いきますね。これね、10枚ぐらい立ち位置があります。続いてですね、ライトニングブラックアウトから少しストリート系でいきます。ラインのヒールラインのプレー、まずスペアでいきますね。ただもうストリートなので手前からちょっと噛む感じがありますね。ボールのスピードがない方はですね、あまりこう曇ったボールは投げない方がいいと思いますね。手前で噛んでしまいますので、ある程度スピードがあって回転数もそんなに多くないかと、ストリートいいと思います。ちょっと戻りの違いが分かっていただけたと思います。同じラインをですね、今度はセンサーストリートで投げてみます。ストリートちょっとね、終わっちゃう感じがありますね。はい、終わってるというところなんですけど、何をして終わってるのかというとですね、先でこうちょっと垂れてる感じ、今ちょっと先垂れてる感じだと思うので、スローモーションで見ていただくと分かると思うんですけど、ちょっと垂れてるんですね。いわゆる戻りが悪い状態ですね。ここはオイルが結構こうやっていっちゃうんですね。打ち目相当オイルが伸びてるので結構いっちゃうので、ここをどうやって攻めるかなんですけど、ストリートで使って深いところをスピードを調整してやるか、もしくはちょっと外に振るかなんですけど、同じところをですね、ストリートのボールで行ってみたいと思います。結構オイルを感じるので、はい、まあかろうじてですね、やっぱりそれでも結構行ってますね。なのでもうちょい絞ってもいいかなという感じですね。作らない、カップを作らずにですね、できるだけまっすぐ、ちょっと同じラインをですね、ライの使ってみます。ちょっとこちらの方が曲がらないところなので、同じストリートでもですね、はい、やっぱりその部分このように5番7番残りますね。ちょっと内側から回すようなラインなんですけど、今度は外側から狙ってみます。
はい、立ち位置もですね、3枚ぐらい。5集め、今度はこちらも5枚使います。5枚外に出します。20枚目ぐらいですね。今のは15枚目。ここからはちょっとストライクをいかにして出すかというところですよね。そこに視点持ってきます。いわゆるスコアメイク。リリースの感じもですね、あまり外にこれは振ってません。あまり外に振らずにですね、また内にも戻さずに、左の方に戻さずに、まっすぐに、こういう感じですね。時にボーリング曲げない方がストライクになる可能性がある場合もあります。はい、というような感じで、じゃあ続いてスコアを入れてやってみたいと思います。はい、イメージとすれば今のライノプロが結構いい感じだったんですけど、ちょっと一回ライトニングブラックアウトでいってみたいと思います。同じようなラインですね。まあ、手前の行き足がいいのでちょっと雰囲気変わってくると思います。はい、はい、曲げるリリースにして、ね、手を取っていきます。ストレート気味ですね。ストレート気味でまっすぐ目に狙ってます。まあパールでもそれでもあんまり変わらないんじゃないかという感じだと思います。13枚目ぐらい。時にタイトめな方がですね、オイルの途中での変化を感じることなく投げるので、この投げ方も遅い時はですね、ぜひストレートラインで狙ってみる。そのまま平行移動するんですよね。外めでいつも投げてるのをちょっと内に入って投げる感じですね。はい、まあ、光ったボールなので行きやすいので、こう押し込むとその分こう先まで行ってくれる感じなんですよね。はい、まあまあほぼ同じラインを使ってます。
普通に外に振ると15番レーンの方は10枚より外側がほとんど降りないです。なのでちょっと内目を使う感じですね。13番はい、13枚から15枚ちょっと手前側ですね。ちょっと外側か。あとはもうここでライン掴んだら同じリズム同じペースで投げます。はい、まあ、直線的に狙うメリットはやはりスピードが乗るってことですよね。ただ問題先で切れるかどうかなんで、ここ結構重要なところなんですけど、1枚ぐらい立ち違います。こっちは18枚目。さすがにちょっと打ちミスですね。ちょっと15枚より内に入りましたね。はい、260まであるので結構回ってる感じがします。外側相当切れてますし、こちらは17枚目ぐらい立ち位置ですね。狙うところは一緒です。はい、 OK でしょう。力が入れてるように見える人もいるかもしれませんが、基本的にはほとんど力入れてないんですけどね、はい、でこちらは18枚目ぐらい、ちょっと誇張のは遅いので、ちょっと外出しました。はい、戻りますね。やっぱりちょっと外枯れてるので、どうかな、見えましたかね。同じ感じで、少しスピード落としました、はい、はい、260アップしましたね。最後ちょっと違うボールで投げます。センサーソリッドでいってみましょう。内側からいってみます。ところです。はい、以上268でした。終わったら必ずメンテナンスします。ボールです。これ今日使ったのこのボールですね。はい、まあ、クラッシャーほとんど使わなかったですけど、一番使ったのはこれですね。ライトニングブラックアウト、ライトニングブラックアウトですね。それとヒールライノープロ、
結構汚れますね、こういう感じです。それとセンサーソリッド、はい、トラックです。で、こちらはブランズウィックです。で、こちらはストームです。とスペアボールで使ったのはこちらのボール、ハンマーのウレタンですね。あ、こうですね、ハンマー、はい、ウレタンとしか入ってませんけども、こちらはですねハンマーパールウレタンですね。はい、でクラッシャー、クラッシャーはエボナイト、ね、はい、以上のボールです。必ず、こういう風にですねクリーナーで拭いて保管していただくといいと思います。 Thank you.